メキシコ合衆国第二の都市クアダラハラ。メキシコ人からは西部の真珠と呼ばれるほど美しい街並みにあふれている。メキシコの代表的な音楽であるマリアチの発祥の地でもある。オパール採掘ができるマグダレナ、お酒のテキーラの生産地であるテキーラ村もクアダラハラ中心地からほど近い。こちらはアルマス広場、そして奥に見えるのが大聖堂である。歴史的建造物や美術館も多く、またショッピングセンターなど街歩きがとても楽しい街だ。こちらはクアダラハラ旧市街にあるハリスコ州庁舎。こちらの壁画はメキシコを代表する芸術家ホセ・クレメンテ・オロスコ作「戦うイダルゴ神父」。こちらは世界遺産グアダラハラのオスピシオ・カバーニャスト。18世紀末に建てられた総合病院で、孤児や貧困者、老人や障害者など手助けを必要とする人々を受け入れた施設だそうです。この世界遺産のチャペルにはスペイン侵略を題材に描かれた壮大な天井画があります。皆様こんにちは。冒頭のグアダラハラ世界遺産の壁画等々動画はいかがだったでしょうか。僕は2019年3月から6月の3ヶ月間メキシコ合衆国第二の都市グアダラハラという町に滞在していました。その時に撮った動画を3分間ほどでギュギュッとまとめて編集しました。動画に使われている音楽も僕が以前働いていた熱海のレストランでディナーショーが行われていたんですが、当時ピアノを担当していたメキシコ出身のハビエル、彼が今所属しているボカパイラというグループのソブレラメサという音楽に乗せてお送りしたいと思います。僕が滞在していた3ヶ月間本当に素敵な出会いに恵まれて、貴重な体験もさせていただいて、本当に周りの方々に恵まれているなと強く感じました。本当にありがとうございました。これからメキシコ、それからグアダラハラ等々を旅行する方の少しでも参考になればと思います。また Facebook、Instagram 写真をバンバン載せているので、概要欄の方にURL 載せているので、そちらのチェックもお願いします。それではご覧ください。Desaparece conmigo y así te ayudo a recuperar un momento perdido, perdidos en el mar.
en la tierra y sin pensar levanta tú la cabeza con la mirada clavada más allá dancemos sobre la mesa y suéltate más que todo va déjalo que todo va suéltate más que todo va Gracias.